ようこそ西村直道選手、横浜 DeNA ベイスターズへようこそ。はい、はい、どうもベントスコアと名乗るものでございます。本日ですね、ちょっと動画の方を上げるの遅くなってしまったんですけども、緊急トレードという形で東京、ヤクルトスワローズの、西村直道選手と横浜 DeNA ベイスターズのですね、坂口浩介選手の、トレードというものが成立いたしました。ということで、毎年恒例になっているんですけども、このね、トレードで新加入しました西村直道選手についてじっくりこの動画の中で解説の方をねしていこうかなというふうには思ってます。まずはですね、プロフィールの方から見ていきましょう。西村選手のプロフィールの方はこんな風になっております。はい、西村、直道選手、ヤクルト所属していた、内野手ですね。右投げ右打ち、現在1991年4月の11日生まれなので、32歳の選手、178センチ75キロですね。奈良県というところで、ビーラ監督と同じ出身地なんですけども、2013年のドラフト2位で、ここまで約とね、一筋 10年ですか、という感じでやっていた選手でございます。はい、この西村選手ですね、2軍の成績の方を見ていきましょう。32試合という、試合数なんですけども、3割飛んで6厘、108打数の33安打、ホームラン4本、打点20、9個のね、四死球、出塁3割5分6厘、OPS8 割6分5厘という、成績でございます。このね、OPS だけで見ていくとですね、現在2軍の、一番 OPS が高い野手はですね、若手で言うと、梶原選手の、8割、まあ、ちょっとかな、1割、8割、1分2厘ぐらいでしたかね、というところなんですけども、一番ね、OPS が2軍の中でも高いというところがありますので、長打率がね、今年から2軍の方なんですけども、かなり、5割近くまで、跳ね上がっているというところもありますので、2塁だともう、長打もパンチ力もある、バッターかなというふうには思ってます。自分の方の成績なんですけども、まあ今年はですね、やっぱりヤクルト、まあ長岡選手だったりだとかね、竹岡選手だったりだとか、本山選手だったりだとか、まあそこら辺のフレッシュなね、若手の台頭というものもありまして、なかなかね、出塁に、出場に、見舞われなかったというところがあるんですけども、打率1割6分7厘、12打数の2安打、ホームラン0本、打点1、0四死球の出塁率1割6分7厘、OPS が3割3分3厘、まあいつぞやの中日戦ではね、3打席連続三振というところの場面があったので、なかなかね、自分でもチャンスが、回ってこないし、そのチャンスが回ってきた中でも、なかなか今のところで言うと、自分ではチャンス残す、結果ね、残すことができていないかなというふうにはね、思ってます。最後にちょっとね、トレードで取った意図であったりだとかね、どういう選手であるかというところの解説の方をしていきたいんですけども、まあ本当にパンチ力はやっぱりありますよね。先ほど言った通り、シーズンでね、レギュラー張ってたっていう試合ももちろんね、ありますので、本塁打をね、2桁、まあ10本ですね、最高1シーズン10本打ったことがあるのが2回あるんですけども、まあ2桁ホームランね、2回あるっていうのは結構な実績かなというふうには思ってるし、やっぱりね、本当にパンチ力あるので、やっぱ今の DeNA 打線ってやっぱ全然長打がないんですよね。やっぱただでさえ長打不足というか、まあヒンダーというかね、得点力不足ある中で、やっぱりこういう選手がね、振り回してくれるっていうのも面白いかなというふうには思うし、まずやっぱ長打不足っていうところと、あとはやっぱりあれですよね、内野のバックアップですよね。どっかの記事ではですね、内野非常に熱いというふうに DeNA が書いてましたけども、全然すっからかんですからね、その中でやっぱサードもね、セカンドもショートもある程度守ってくれるっていうのは非常にやっぱありがたい存在かなと思うし、まあ守備市場でもね、もともとそこまで高くはない選手なんですけども、まあちょっとね、マイナスぐらいの感じで抑えることができてますので、32歳で吹き込む年なんですけども、守備はそこまで劣化はしていないのかなというふうにはね、思ってますので、いきなり本当に、やっぱ右打ちのショートが欲しいんでしょうね。山田選手が、いつも出ていたので、そこに取って変わるというか、そういう形でスタメンも全然あり得るので、下手したらもう明日の試合から全然スタメンに出てもおかしくないですよね。それぐらいの、本当にアピールというかね、楽しみな選手かなというふうには思ってます。あとはね、本当にやらかし癖があったりだとかね、調子の波が激しかったりするんですけども、本当にいいモードに入ったら止まりませんので、そこら辺は非常に期待したいというのと、やっぱ東京モード歌ったりね、音痴っていうところもあるので、僕もかなり音痴なんですけども、まあ、いつかの試合にね、地球の裏側を見るというかね、なんか叩きついたりしてね、DeNAがサヨナラしたというところもあるしね、逆に、三島選手が開幕投手している
の時にですね、スリーランホームランね、初回に打たれたりとか、ちょっと嫌な思い出というかね、というところもあるんですけども、やっぱりあの先ほど何回も重複するように、期待できる選手なのかなというふうには思ってるので、32歳でね、正直ギャンブル的なトレードですよ。ね、長期的に見ればね、ヤクルトに、坂口選手覚醒してね、大損な、トレードになるかという抑えももちろんあるんですけども、本当にあの優勝狙ってる中で、こういう補強ができるっていうのはすごい素敵かなというふうには思うし、やっぱりあの優勝がね、狙うというフロントの姿勢が伝わってくるのかなというふうには思うので、ここら辺は非常に評価できる、私はトレードなのかなというふうには思ってます。ということで皆さんもね、西浦選手と坂口選手のトレードに関する、意見とかぜひお待ちしておりますので、コメントしていただけば幸いでございます。はい、今日こんな感じ終わっていきます。ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てください。そうだらですね、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。